機械遺産は一般社団法人日本機械学会が機械技術の発展に貢献したとして認定した日本国内の物件の総称である。2007年6月日本機械学会の設立110周年を記念して設けられた制度である。国内の機械の中でも特に我々の生活に大きな影響を与えた機械、機器、関連システム、工場、設計使用書。 教科書などを記念物として認定する。選定基準は、社会発展に貢献した機械であることや、現存していて、実際に動かせる状態であることである。認定後には、企業などが所有を継続できなくなった場合に、国立科学博物館や地方公共団体への遺憾の仲介を行い、遺産の処分や散逸を防ぐとしている。なお、日本機械学会では、 毎年数件ずつ選定して認定する予定である。機械遺産はの4つの区分に分けられている。三池港の港門札幌市時計台と島縁、カルーセルエルドラド国鉄 ED15 系電気機関車、池外工場製、第1号千番国産カレーメイキの家庭用、電化機器清水港のテルファー、末広橋梁、跳ね上げた、状態スバル360京と鉄道博物館の、 蒸気機関車と研修施設群に今回、ありがとうございます。